こんばんは、白鳥会です。久しぶりでございます。6月になったので動画の配信を再開していきたいと思います。ということで、今日はね、石狩か。あんまり普段石狩行かないんだけど、ちょっとマメイカ連れてるっていうの聞いて、ちょっと見に行ってきました。結果から言うと、ポツラポツラ、ポツラポツラ釣れてるという感じです。なんていうかな、6時半くらいに、夕方6時半くらいに着いて、周り見たら、競争だね、競争の比較的近場かな、近場でポツラポツラ夕方釣れてました。走りなんでね、これからもうちょっとすれば数も連れてくるんじゃないかなと思います。で、ちょっと遅い時間まで、周り見てきたんだけど、人はすごいいます。石狩はあんまり普段行かないから、ちょっとどの辺か分かんなくて、まあ、車止まってるところちょっと歩いて見てきたんだけど、結構平日なのに人いるね。まあ札幌近郊の人と石狩は行きやすいんでね、マメイカはこれから石狩はいいと思います。近々今度苫小牧かな、苫小牧も連れてるって言うんで、近々どんな状況か見てきて報告したいと思います。まあ、動画も、コロナ北海道は6月1日でね、一応緊急事態宣言も解除されたんで、動画の配信もこれからやっていきたいと思います。とりあえず石狩もこれからなんで、結構連れてきてるんで、近場の人は行ってやってみてください。以上です。よろしくお願いします。